そう思うよな。よしよし、トイレ行くときついでにカリカリ持ってきてやるからな。もうダメだ、おしまいだ。お、どうしたんだお前。あ、お兄ちゃん。大丈夫かお前。うん、ダメ。ダメか。大掃除しないと。ゴミを片付け、ゴミちゃんを片付け。落ち着け小町、大掃除はもうだいぶ前に終わらせた。それにお兄ちゃんはそう簡単には片付かない。気長に構えとけ。町的には早く片付いてほしいんだけど。この受験失敗をきっかけに転落人生をたどるんだ。引き返さんのお子さんは二人揃って引きこもりらしいわよ。ふふふってご近所さんに笑われるんだ。きっとろくな人生歩まないんだ。いや、俺は引きこもりじゃないけど。とりあえずあれだ、コーヒー飲むか。飲む。まあコーヒーは入れるとして、あれだな小町、何か食べたいものとかあるか。食べたいもの。ああ、疲れた時には甘いものがいいって言うしな。っていうかお兄ちゃん、コーヒーと甘いものって魔漢じゃないよね。違うよね。まさかってなんだ。まさかって何？魔漢嫌なの？嫌じゃないけど。嫌な時の返事の仕方なんだよな。ま、何かしら用意するからコーヒー飲んで待ってろ。ミルク多めでいいよな。了解。寒い。引きがやくん、キャッハロー。
ばったり会うなんて奇遇だね。運命ってやつ？なあ、俺妹の差し入れ買いに来ただけなんで。ほう、差し入れ。じゃあ、お姉さんが見繕ってあげるよ。ここのケーキなかなか美味しいんだよ。引ヶ谷くん甘党だったよね。ええ、まあ。そういえば、新年はどうでしたか？おかげで雪乃ちゃんも参加してくれたし、楽しかったよ。あんな風に拉致られたら、さすがの雪の下でも参るんじゃないですかね。拉致なんて人聞きが悪い。誰も雪乃ちゃんを拘束したわけじゃないし、本当に嫌なら拒否できたはずでしょ。それに、本当に雪乃ちゃんを助けたかったなら、君がさらってあげればよかったじゃない。卒業みたいにですか。冗談でしょう。そんな柄でもないし、そんな間柄でもないでしょう。そうだね。君には似合わない。君は自分にも他人にも逃げることを許さないから。そんなことないですよ。よく逃げ出そうとします。今も逃げ出したいくらいです。それは困るな。そういえばまだしてなかったよね。あの人は興味がないものにはちょっかい出したりしないよ。何もしないんだ。好きなものを構いすぎて殺すか、嫌いなものを徹底的に潰すことしかしない。はあ、楽しいんだろうな。うるさい。目覚まし止めて。お兄ちゃんおはよう。朝ごはんできてるから早く食べてね。いつもすまないね。それは言わない約束でしょ。いいから早く起きる。さっさと準備。時間あんまりないよ。はい、よくわかってます。小町、お兄ちゃん病気かも。はいはい、お兄ちゃんはいつも病気。今度は何？ホームシック？5月病？新型うつかな。社員みたいなこと言ってないで、さっさとご飯食べちゃってね。小町まで遅刻しちゃうよ。すまん。
急ぐわ。ごちそうさん。はい、お粗末様でした。新年早々、学校での第一声がため息か、引きがや。あ。おはよう。おはようございます。君は、もう少し覇気のある挨拶はできんのか。それだけでも十分印象は変わるものだぞ。俺は自分を飾らない男なんですよ。飾らないことと無頓着なことは別物だよ。疲れようとしなくてもいいが、むやみやたらに心象を悪くすることもないだろう。なるほど、うまくやるってやつですね。その通り。分かったら遅刻しないように急ぎたまえ。遅刻は印象悪いぞ。はい、急ぎます。まあ、世話しない方がいろいろ考えなくて済むか。悩む。理系とか女子少ないしな。ねえ、マジ悩む。みんなどっち選ぶのかな。ほんとそれ、J組だったら悩む必要ないんだけど。ねえ、聞いた？ J 組のさ。あ、会ってたって話でしょ。それほんと？マジマジ、千葉で一緒にいるとこ見た人がいて。何それ、楽しそう。普通に葉山くんと付き合ってるっぽいよね。そういえば前にもさ。そっか、エビナは？私も文系。
由美子はどうするの？私はまだ考えてる。ドベ、あんたは？ねえ、進路か。いや、俺はまだ決めてねえけど、短期苦手だかんね。もしかすっと理系にするかも。はあ？うわ、意外。だってしょうがなかんべ。英単語とか覚えんの無理ゲーっしょ。みんなはどっち系よ？私とひなは多分文系で、由美子は考え中。マジか、俺も文系にすっかな。でも理系の方が就職有利だっていうよね。理系いいと思うけど。元素記号で掛け算とかできるよ。なるほど、それあるわ。うん、あるある。俺は一応決めてるけど、もう少し考えるよ。やっぱり葉山くんが雪の下さんと付き合ってるって本当なのかな。無責任なことを。ああ、そうだわ、あれだわ。ヘイト君さ、進路決めたら教えてくんね。これもどっちがいいのかわかんねえわ。俺のを聞いてどうするんだよ。自分のことなんだから真剣に考えないと後悔するぞ。じゃあね、考えるべ。いや、でも相談とか乗ってほしい的な。とりあえずトイレ行くしかないでしょう。トイレくらい一人で行けよ。いやいや、相談と作戦会議はトイレ。これマジ合コン必勝法だから。そういうのは実際に勝ってから言ってくれ。俺合コン行ったことなかった。進路とかどうする？俺らと一緒に文系にしようぜ。理系は大学で単位取るのがきついっしょ。そうそう、文系なら大学も余裕だし超遊べるぜ。学生の時しか遊べないんだし、先のことちゃんと考えねえと。だよな、俺も大学入ったら彼女欲しいしな。いや、お前じゃ無理だべ。合格も彼女も無理無理。やっぱ葉山みたいなやつじゃねえと。葉山か、葉山な。あの噂マジなら本当羨ましいよな。
聞きがや、少しいいか。なんだ、例の噂話のことか。いや、それもあるが、噂の件、雪の下さんにも迷惑をかけているかもしれない。悪いけど謝っておいてくれないか。別にお前が悪いわけじゃないだろう。君らしい公平さだな。いや、公平ってわけじゃない。お前のせいじゃないし、迷惑してんのはどっちもなんだろうし。まったく君らしいな。けど雪の下さんは俺より困ってるんじゃないかと思ったから、ちょっとな。まあ一応伝えとく。じゃあ引きがや。何、まだなんかあるの？この間春野さんと一緒にいなかったか。いや、変な意味で聞いたんじゃないんだが。駅前行ったら見つかって連れ回されただけだ。そうか、まあそんなことじゃないかとは思ったんだが。じゃあわざわざ聞かなくてもいいだろう。少し心配になっただけだよ。新年のこともあったから。ああ、もし君にその気がないなら、できるだけ交わした方がいい。交わせるもんならとっくに交わしてる。言っただろ、あの人は興味を持った相手をどこまでも追いかけて構う。けどそれだけだ。相手の気持ちも立場もあの人には一切関係ない。うん、だろうな。もし君が困っているなら相談してくれ。俺からも言ってみる。効果があるかはわからないけどな。ないだろうな。けど気持ちはもうおりごとく。そうか。君に礼を言われるのはなんだか不思議な気分だな。俺も変な気分だよ。この辺の、ねえねえ、びっくりした？あなた、人の帰宅ルートで何やってるんですか？お姉さん急に時間空いちゃってさ、ちょっと退屈してたの。俺、あなたより時間空いてるような人間なんですけど。そんな奴の相手する方が退屈なんじゃないですか？そんなことないよ。君のそういうとこ、ほんと好きだよ。Thank you.
香さんのおかげで葉山と雪の下が付き合ってるんじゃないかって噂で騒がしいくらいですかね。へえ、そんな風になってるんだ。新学期って大体何か起きてるものなんだよね。ねえねえ、ハヤトどんな様子なの？なんとかするとは言ってましたが、今んとこ何もしてないです。で、ゆきのちゃんは？前にもこんなことがあったけれど、今回の方がよほどマシだって定感してますよ。ゆきのちゃんそう出たか。ゆきのちゃん昔は弁明したりしてたんだけどね。その時は助けてやらなかったんですか？なんで助けなきゃいけないの？ゆきのちゃんの問題なのに。悪い、助かったよ。会場設営に人手が欲しかったんだ。お、別にいいよ。お疲れさん。
ヶ谷君、どうかしたの？さっきからキョロキョロしているようだけれど。誰か探してるの？いや、なんでもない。とっとと残り片付けて帰ろうぜ。うん、そうだね。でさ、みんなはもう進路決めた？私立文系だな。え、即答？彼の取り柄は文系科目だけだから、消去法なのじゃないかしら。おい、取り柄ってな。そっか。で、そういうお前は決まったのか。さあ、どうかしら。それで、由比ヶ浜さんはもう進路は決めたのかしら。私将来のこと考えたくない。ヒャッハロー。姉さん、雪乃ちゃんも来てたんだ。よしよし、今日はお姉ちゃんがいろいろ相談に乗ってあげよう。自分で決めているわ。それは残念。じゃあガハマちゃんでもいいや。相談ない？ついで扱い。ああ、でも私ももう決めてるので。なんだ、つまんないの。じゃあ特に聞きたい人もいないし、私も適当に済ませて帰ろうかな。私たちは戻るけれど、姉さんもあまり変なことをしないでね。はーい、じゃあまたね。聞きなよ。みんなはもう進路決まったの？私はまだなんですけど、もうちょっと自分で考えてみたくて。由比ヶ浜さん、相談だったらいつでも乗るよ。じゃあもうちょっとまとまったらお願いしちゃうかもです。うん、任せて。で、引きがやくんは？大体は。設営の皆さん、お疲れ様です。 OB の方はこちらにお願いします。お、準備終わったか。そうね、姉さんも早く行った方がいいんじゃない。では、私たちはこれで。そうだね、行こっか。じゃあまたね、月が。
はい。これ終わったらお姉さんに付き合ってよ。話したいことあるから。か、まだいたのか。うん、ちょうどテニス部終わったとこなんだ。八幡は？進路指導会の手伝いさせられてた。お疲れ様。大変だね。いや、別に大変ってほどのことじゃないけど。ううん、八幡はいつもいろんな人に頼りにされてるからね。結構大変そうけど、すごく頑張ってる。あんまり頑張れてる気はしないな。頑張ってるよ。いろんな人に頼りにされて、ちゃんとそれに応えてる。僕も八幡に助けてもらったもん。俺は別に何もしてないよ。というか、何もできてないっていう方が正しいか。あのね、八幡。ん？八幡もさ、大変な時は僕に誰かに頼っていいんだよ。トツカ、多分僕もまた八幡に頼っちゃう時があると思う。だから八幡も僕を頼ってね。そうしたらもっと胸を張って八幡と一緒にいられると思う。頼って頼られるから一緒にいられる、そういうものなのか。じゃなくて、そんな難しいことじゃないんだと思う。ただ僕はそうしたいんだ。そうやって近づきたいな。人との距離が縮まるのって素敵なことだと思うから。距離が縮まるっていうのは、それはそれで問題がいろいろ出てくるもんじゃねえかな。それでも素敵なことだなって僕は思うけど。そうか。そうだよ。お待たせ、将来の弟くん。いや、弟じゃないですから。確かに
にそうかもね。はい？何がですか？弟じゃもったいないかなって。またそういう適当なことを言ってるし。それよりなんか話があったんじゃないんですか？もう文系ですかね。そっか、いつも本読んでるもんね。さすが文学青年。うん、いや、それはまあ。海外のはそんな読まないんですけど。じゃあ芥川とか太宰とか？読まなくはないですけど、普通に一般文芸の方が多いですよ。じゃあ文学部はあまり向いてないかもね。社学とかそっち系の方が楽しいと思うよ。何学部志望とかって聞いてる？いや、分離選択がどっちかも聞いてないです。まだ決まってないんじゃないですかね。それならお姉ちゃんに相談してくれればいいのにな。自分で決めたいってこともあるんじゃないですか？知らないですけど。雪乃ちゃんが自分で。そもそも自分で決めなきゃいけないことですし。ま、本当に自分で決められるならね。ここ、ちゃんと自分自身で決めておかないと後悔するよ。それは、自分が後悔しているからですか？引きがや君は何でも分かっちゃうんだね。怖がらないでよ。かわいいな。でもそんな風に言ってきたの君が初めてだよ。